これはあの、ね、僕も大学時代に五十嵐弘明さんにすごく影響を受けましてですね、多分僕の作る曲、五十嵐さんの影響は結構強いんじゃないかというふうに思いますよね。まあ、いろいろとあのチャレンジャーなこと、今日はですね、なかなかあの普段、まあ、フォークとかフォーク系の歌を歌うことはとても多いんですけども、まあ、今日一人ということでね、一緒にやる練習もすごくおしゃれな、人たちなので、ちょっと自分も少しハードルを上げてみたいと思います。次はですね、EXILE をちょっとこれだけでキャーで大変なんです。多分 EXILE の曲の中で、あの多分この歌を結構皆さん好きかなと思うんですけど、ティアも、ティアも、私に打たせて、それが最後。
がまま一人きりではもうラブソング歌えない会えたらあなたと知り会えたら二人の歩幅も合わせられたのにもっと長く会えたらあなたと向き合えたら二人は心も重ねてた キスをするたびに目を閉じてるのは明日を見たくないから抱きしめられるとときめく心はあなたをまだ信じてる声に出さないまま僕は弱いねと自分から告げたずるい人だわあなたは時計を外して微笑んでくれる優しい人ねあなたは